Che la squadra pensi positivo, che l'atmosfera sia positiva, è uno degli obiettivi per affrontare gli impegni nel miglior modo. Ma sono sempre ですね、まあ、ポジティブだったり前向きであったりっていうそういった雰囲気を持つっていうのはですね、まあ、非常にいいことだというふうに思っていて、まあ、まさにそれはワールドカップに臨むにあたってね、まあ、臨むべき、雰囲気であるというふうに思って。Il nostro programma è sempre quello di migliorare quello che abbiamo fatto fino a ieri. まあ、当然我々のプログラムとしてはですね、やはり昨日までできたことをさらに精度を高めていく。まあ、そういったことが我々の目的であると。Quindi stiamo seguendo il programma, cerchiamo di seguirlo nel miglior modo possibile e fino a questo punto, a questo momento, abbiamo avuto qualche intoppo legato un po' più alla condizione fisica di qualche giocatore. Perché poi quando si gioca in partite ufficiali è facile anche prendere qualche conclusione o qualche problema che ti ricada poi durante. まあそういう意味ではまあプラン通りですね、計画通りにこうことは進んでいるというふうに思いますし、まあ今後もまあことをですね、計画通りに進めていくのみだというふうに考えていますけれども、まあいくつかまあ挙げるとすればやはり。当然ゲームもしてきてますので、まあ、練習よりもですね、フィジカルコンタクトがある強い、まあ、衝撃なんかがありますので、そこでの、まあ、受けた打撲であったり、まあ、そういったことは、まあ、選手のコンディションにですね、まあ、少しは影響しているのかなと思いますけれども、まあ、それ以外はですね、相対的に順調に進んでるんじゃないかというふうに思います。Poi i nostri allenamenti sono discretamente intensi, quindi qualche praticamento anche muscolare da parte del giocatore è previsto.まあ、あとはやはり、まあ、我々のトレーニングというのは、まあ、少し負荷がですね、強いものだというふうに思っていますので、まあ、そういう意味では、まあ、当然選手の中にはその筋肉の張りであったりとか、まあ、その疲労であったりとかを訴えている選手は出てきていると。まあ、d'altronde in allenamento bisogna cercare di fare quello che poi si può fare in partita. Non posso venire a quel vuoto e lasciarli tutti i giorni in albergo per timore che si facciano male.まあ、ただ当然トレーニングのところではですね、実際にこうゲームを想定したようなものを入れていくのも大切だというふうに思いますし、ネックウェアウォーターまで来て、選手を怪我させたくないからといって、まあ、ずっとホテルに缶詰にしておくのもどうかというふうに思います。Questa è l'ultima partita, come avete detto voi, prima del mondiale, prima della gara d'esordio, e in questa partita cercherò di aumentare il minutaggio.di alcuni giocatori. まあ、先ほどおっしゃられたようにですね、ワールドカップ本番前の最後の試合になりますので、そういう意味ではですね、またここでも数名の選手にですね、出場機会をできるだけ長い時間をですね、与えたいというふうに考えています。Quindi diciamo che ci sono meno cambi prestabiliti. なのでおそらく。ゲーム前からこうプランをしている交代のカードというのはですね、まあ、前回の試合よりも減るだろうというふうに思います。ディチデラレスモメント。なので、まあ、ゲームの流れなんかを見ながらですね、交代の枠を使っていこうというふうに思います。ディメンチになるところもいると。まあ、当然その日のパフォーマンス、コンディションなどを見ながらですね、そういったものを検討していくと。